とたけしさんが高橋さんにお店を紹介してもらったと書いて、だ一緒に行ったもん。そうなんですね。銀座行きたいって言うんで、じゃあ一緒に行きましょうって俺が連れてったもん。ミスターパーフェクトマキナー。当時の寮は新人は3分以上電話をしてはならないというルールがあったんですが、新人だった川口さんが長電話をしていたのが高橋さんに見つかり、スリッパで引っ張られた。本当です。スリッパだったら良かったですね。スリッパでは。スリッパだと思いますか。スリッパだと思います。まあスリッパはね、あの芸人さんもツッコミの時にパチンと当たるようなイメージがあるからね。まあまあまあ、いい音がね、うん、音が鳴りますから。電話当番とかね、僕らもよくあったんで、はい、寮の頃のやっぱり一軍から帰ってきた先輩たちはやっぱり怖かったよ、うん、だって俺でやって若い時1年生2年生の時電話当番3回以上なったらあかんない。あ、すごい。もう取らなあかんない。もうプルッ、だからすぐにいなきゃいけない。で、すぐ横にあの近くにいなあかんない。黒電話って特徴があるの知ってる？え、なる前になんか鳴るんですか？カチみたいな。チーンっていう。へえ。知ってるやろ？黒電話って鳴る前にチンっていう。チン、チン、チンっていう。で、チンってがチリーって鳴る。あ、へえ。もうその、ほぼ耳が、はい、もう耳鳴りして、飯食ってるよ、食堂で。はい、食堂の向こうちょっと出たところにあるから。鳴った？マジで、もうそのぐらいこう、なった。でも鳴ってないのに鳴ってるように聞こえるって、うん、耳鳴りする、うん、でも俺はそれが悪いんじゃなくていい経験になる。要はどう神経使ってどう周りを見るかっていうのはすごい勉強になった。で、寮で下駄でもそうだし、もう下駄がやっぱし並んでないと怒られるやん。で、それってあのロッテの二軍監督やってる時もそうなんだけど、はい、注意したのは下駄とか靴とか全部並べろよっていいかなっていう注意したんや、うん、それって面白いのは人が見えないところでどれだけちゃんと正しいことをしてるかない、うん、あの結構人って見えるとこはどっか見え張ってやりましたってやるけど、だから便所行った時のトイレ行った時の下駄が並んでない時に並べて自分がするっていうのはすごい大事なことだと思う。だからそういうのですごい勉強だったね。ああ、うん、だいぶ、ね、成長されてますね。結構苦労はあるよ。吉久さんやっぱり僕若い頃のそのイケイケの感じと、はい、やっぱりその頃とまた今ね対比しながらやっぱあの頃はなっていうのの話が垣間見えて面白いですよね、はい、今のもね。イケイケといえばなんですが、お待たせいたしまし ました、はい、現役時代高橋さんはマスコミなどから、うん、夜も盗塁王と呼ばれていたとありますが、うん、もしかしてなんですが夜の〇〇みたいに、うん、こう異名を最初につけられたプロ野球選手っていうのは高橋さんが最初なんじゃないか説がある。わかんない。他にこう呼ばれてた人いないやろね、夜の盗塁王って、うん、夜の盗塁王ってなんかもうまさにやっぱ足の速い人とか、うん、でも結果手が速い人のことを言うんだよね。何対手が速いか分かんないな。いや、そこは俺ちょっとそこは疑問やな。いやいや、だって類を盗んでるわけじゃないでしょ。ハートを盗んでるわけでしょ。女子のハートを盗んでるわけでしょ。多分でも本当思うけどね、盗塁するんでも盗塁する相手あるやんか、はい、なんだろう、やっぱし俺は最終的には盗まれてるよな、女性に。だって俺本当思うけど、全部権利って女性持ってて決定権は全部女性持ってんだもん。まあまあ、あの OK するかしないかっていうのはね、うん、向こうが、うん、で俺あなたこと好きですって言うけど、それ何人もいるわけやんか、はい、タイプで好きですって、うん、でもそこを選ぶの女性やん。で、面白いの、いいことをしようか、はい、動物界で鳥がたくさんいるやん。はい、鳥はどっちが綺麗？どっちが綺麗？鳥は女、メスとオスってことですか？メスのが、あれ華やかなのはどっちですか？オスですか？
ですよね、オスですよ。こうするんだもんね、はいはいはい、オスですよ。羽も全部オスが綺麗なんですよ。クジャクとかクジャクでも、はいはい、カモでも全部そう、うん、でメスの方は茶色とかグレーとか、うん、全然あの地味なんよ。理由は、あ、男性がアピールをして女性が選ぶわけですね。その通りです。そうか、うん、だから人間の社会も一緒なんですよ。それを忘れたらあかんのですよ。だから私今日茶色とか着てくればよかったかな、地味めに。自分はあの悪いことはしてないと。あ、そうそうそう、なるほど、うん、なんでさ結論言うのよ。まだまだずっと長く長く引っ張って結論なのに。女性がなんだよっていうことだ。編集聞きますんで。でもそうなんよ。だから全部そうなんだけど、はい、考えてみたらそこを男ってどっか俺たちって、まあ、特に俺でもそうかもしれないけど、俺がどっか勘違いして俺は偉いんだ、俺は野球選手なんだっていうところがあったのかもしれない。でも、うん、蓋を開けてみたら、あ、どうもすみませんでした、負けましたっていうことなのかな。でもずっと独身ですよね、その当時。そう、独身、独身、あの、うん、称号を取ってたのもちろん、うん、称号、うん、やっぱ各球場に、各地、球場は怖いやろ、球場はボールガールになるってやめろ。なんでそこにちょっと怖いこと言うんや。振り子とかじゃないんだ、ボールガール。やっぱりあのよく言われるじゃないですか、野球選手って各地各地に、うん、いるんでしょって言われたんだけど、いましたね。いますよ、いますよ。何にもですか、やっぱり重複しちゃうんですか。やっぱり 3連戦なんで3人まで3人までですよね、やっぱりね。ショートってやっぱりモテる人多いかもしれない。今でボンドね、あれするとね、まあどっちかっていうと落ち着かないやつが多いってことかやな。いや、いや、でもやっぱり花形なんだよ。だからすごいちゃんとできなきゃダメだから、足も速くてとか守備とか、だから器用な人じゃないとダメだから、それはモテにもつながるのかもしれないよ。でも昔は違ったんよ、ショートって守備の人だったんよ。ああ、キャッチャーとショートは打てなくてもいいから守ってくれっていうとこだったんよ、はいはい、で、時代で変わったけどね、うん、で夜の盗塁王はもう認めたってことでよろしいですか。もう仕方ないよね。高橋さんってものすごく正直な方ですよね。そうそう、隠したくなるんだけどね、コーンと、うん、だって答えが嘘はバレるやん。見てみ、政治家。嘘バレるやで。世相を切ってくるわけですよ、ここで。あとあと、ちょっと待ってて、いや、覚えてませんとか、いや、そんな、覚えてません、こんな俺でも覚えてるのに。でも、なんだろう、すごい、こう、なんて言ったらいいかな、こう、スパッとしてないよね。うん、まあそうですね、この話は捜査に影響があるんでちょっと今言えませんみたいな、ちょっとね、そうね、うん、それは分かるけれどもって言って、でもあんたのことでしょっていうのはあるけど、いやでも吉野さんは政治家になってたら、はい、ダメダメダメだ、あの埃が出るからいっぱい。いやいや、出ないです、出ないです。いや、そう、フォローしておいてくれないと、俺ダメだと思って今言っちゃった。出ないですからね、はい。高橋さんはあの芸能人の方とも交流が多くて、そ, それは誰だとは言えないだろう。書いてあるんですね、それが、うん、ビートたけしさんが、ああ、仕事で広島に訪れた際には、うん、広島で一緒に飲んでいて、その関係もあってか、たけしさんと島田洋七さんが漫才ブームで大金を手にした際、憧れの銀座で飲もうと初めて銀座へ繰り出したわけですが、どこの店に入ったらいいとわからないということで、高橋さんにお店を紹介してもらったと書いて、一緒に行ったもん。そうなんですね。銀座行きたいって言うんで、じゃあ一緒に行きましょうって言って俺が連れてったもん。たけしさんとよしさんを、すごい、あ、あんちゃんって言うんですか、よしこさんのことは。あんちゃん言わない言わないよ。よしこくん、よしこ、これなんていうかな、よし、たけしさん、なんつったかな、うん、その3人が揃ったら、ね、銀座もうすごいことになって、いやでもあの当時現金をさすごい持ってさ、はい、あのすごい袋持って飲み行ってたっていう伝説の頃ので、洋室さんなんかすごかったらしいよ。だって月の給料紙袋でもらってたって、紙袋すごいですよ。それ持って飲み行って、だからすごかった、走りが
吉子さんがまず道案内をしたっていうことでしょ。すごいよね。で、たけしさんが途中でこう銀座行き出して払ってる高いと思ったりして。へそうですよね。そうですよね。持ってるからもうこうやって数えて出してくる。いや、向こうもだってね、あの持ってんだったらもうちょっと取っちゃうみたいなことあったでしょ。多分割増請求されてますよ絶対に。いや、でも昔銀座で、今でもそうあるけど、昔の銀座って相撲取り野球選手っていうのは銀座割引ってあったんよ。そうなの。知らないの。知らない知らないです。本当に。何もあるんですか。相撲取りと野球選手は安くしてくれたんよ。へー。ああ、はいはいはい。あの銀座っていう世界はやっぱ華やかやんか、うん、そうすると相撲取りもさ、今相撲取りも野球もうるさいけど、あの頃相撲取り負けたら原直して飲みに行ってこいとかあったやん、うんうん、で、まあ、北の海さんとかよく知ってるし、うん、俺あの頃知ってたし、でみんなそうなんだけど、やっぱ華やかになるんで店から来てほしいわけよ、うん、そうするとやっぱしあの安くして飲めるっていうのはあった、うんうん、だからない、そういう経験ない。いや、僕は安くなってのを払ってるから、あ、こんなもんなんだなと僕は思ってたんですよ。多分そうだと思う、はい、でも多分もっとすごい皆さん払ってるってことですよね、うん、普通の一般の会社の人たちは、うんうんうん、だと思う。高値の花ですよ。いまだいまだ銀座現役ですから、たまに行かれます。行きます。行きます。はい、まだだから銀座20歳デビューだから46年よね。46年間なかなか君臨する人はいない、ね、でもいろんな店がなくなった。あの姫とか、はい、山口洋子さんがやってた、ね、姫とか、あの山口洋子さん、俺お母さんお母さんといつも呼んでたんよ、はい、姫行ってカルセルもいたし、はい、カルセル巻き、うん、はい、働いてたし、でそんな時代。じゃあもうその辺のそこのお店のナンバーワンとかをやっぱり結構盗塁したんですまとえてるね。これね、やめちゃってでもね。いや、でもやっぱり高値、一番ナンバーワンと言われる人になるとやっぱりこう闘争心が湧いてくるでしょ。でも俺はおかげで、はい、だから姫とかそういうところ行かされた時に、あの銀座の姉さん方に言われたのが、よしこちゃんって言われて、飲む時に逆指名をもらうように飲まなあかんよって言われたよ。あ、向こうから飲みたいって来ないの。そう、うん、女の子に。そのぐらいちゃんとして飲まったらあかんよって言われたら、もうずーっと残ってる、はい、だからこう、なんだろう、よう騒いでるけど、よう出てるやん、ほらいろんながあったやん、事件が、うん、はい、あれがわからんもんね、うん、だから、ほんとそれが頭にあったんで、あーって、やっぱ飲む方も大事だけど、飲ます方も大事だけど、飲む方のスタンスってすごい大事だなと思って言われた、思った。そうですよね、うん、だからやっぱりここ銀座だからっていうところの思いを持って客も接しないといけないってことですよね。で、あと金を払ったからいいってわけじゃないってことよね、うんうん、銀座に行けるっていうことは、僕らもなんかちょっとこう襟を正すみたいなところがあったのが、ちょっと最近ちょっとタガが外れて事件が起きちゃってたっていうこと、やっぱり銀座のあの守り人としては許せないってことなんですよ。本当ね、空気が乱れてるってこと。そうですよね。T シャツもダメだったからね。T シャツはダメだから、結構なんかそれはあったね。でも楽しいとこよ、やっぱ。でも今の現役ってすごい素晴らしいですね、うん、もう俺行ってもこの間行ったらバーぐらいだね。もうお姉さんのところに行く意味だろう。やっぱ楽しい、やっぱし楽しい、楽しそうですよ。やっぱ酒飲んでて、はい、俺カープの時によくさ飲みに出てたよな、はい、酒飲むないけど、うん、その雰囲気好きで、はい、でよくまあファンの人に言われたわけよ。よしごお前女好きやなって言われたんよ、はい、うん、僕は好きですよって、うん、ね、正直や、うん、であなたはって聞いたら、俺は酒が好きだからって言うわけな、はい、あ、じゃあ家帰ったら飲んだらどうですかって、いや、そういうことや。そうです、確かにそうだ、そういうことや、うん、要は酒が好きっていうんだったら家帰ったら飲んだらいいやんって、うん、金もかかんないし、うん、でもやっぱ女性がいて、いろんな人がいて、やっぱその場が楽しいからお酒も美味しくなるし、自分が盛り上がるっていうことや。だから俺はそう思ってるけどね。いや、もう正論ですね、うん、だからその人は認めたくないだけですよね、うん、お酒を飲んでる場が楽しいだって、うん、俺は酒の方が好きだからっていうふうに
うまく逃げてるだけだよね。確かにお家へ、うん、だからやっぱすごいやっぱ楽しいもん、うん、ですって、うん